せの、ノイズの仕業か。ジュース飲みたい。あ、そうだ、紙とペンを用意してコップを書いて中をオレンジで塗る。オレンジジュース、これを切って、うわーい、これでって飲めるか。あ、そうだ、お水とコップを用意してお水を注いで本物のオレンジを入れる。これが本当のオレンジジュース。いただきます。うん、水だね。ジュースが飲みたいんだよ。これならどうだ。コップにお水を入れて赤と黄色を入れて混ぜる。オレンジ色の完成。いただきます。うん、やっぱり水。僕はジュースが飲みたいんだってば。あら、どうしたの。ライズが僕のジュース飲んじゃったんだ。僕のオレンジジュースが。だったらいいものがあるわ。しんちゃんの実験ドリンク、エイガは。なにこれ。オレンジジュースが作れちゃうの。裏の説明を見ながら作ると簡単よ。すごい、早速やろう。中に入ってるのはフラスコとストローと紫の粉と不思議な粉。不思議な粉ってなんだろう。とにかくやってみよう。フラスコにお水を入れるのかな。それー、そんなに入れたら粉が入らないわ。そっか、フラスコには線が書いてあるんだね。あった、量に気をつけて。これくらいかな。あれ、どっちから入れるんだ。なんかオレンジっぽいからこっち。待って、入れるんだぞ。危ない、こっちが先か。はじめに入れるんだぞ。説明にも書いてあったね。開けて入れる。あ、あれ、紫だよ。こんなんで本当にオレンジジュースになるの。混ぜても紫のままだよ。匂いもブドウっぽいし。これを入れたら変わるのかな。オープン、どうなるかな。それ、お、おちゃんとオレンジの匂いになってる。くるくる、あ、オレンジっぽくなった。飲んでみよう。そうはさせねえぜ。あー、はぁ、うまかった。何するのさ。じゃあな、せっかく頑張って作ったのに。どうしていつも邪魔しちゃうのかしら。私も後でやろうと思ってたんだけど、仕方ないからこれ使っていいわよ。いいの、ありがとう。実は楽しかったからもう一回作りたかったんだ。まずはフラスコにここまで水を入れて、最初は紫の方だよね。開けて入れる、振って混ぜて、綺麗に混ざった。ここからオレンジになるなんて不思議だな。開けて、あ、もう粉からオレンジの匂いがする。投入、ドキドキ、おー、実験楽しいな。振って混ぜる、オレンジになった。おいしそうね。ストロー刺していただきます。わー、おいしい。つくも、あと飲んでいいよ。いいの、いただきます。とっても美味しいわ。楽しい実験を教えてくれてありがとう。オレンジジュースも美味しかったよ。今日遊んだおもちゃはしんちゃんの実験ドリンク8、ぶどうジュースがオレンジジュースに大変身。フラスコを振って実験しちゃおう。みんなも遊んでみてね。クイズタイム。紫の粉と赤い粉、どっちを先に入れたでしょうか。答えはコメント欄で教えてね。はい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 、僕わかるよ。答えはそうだ。あ、今日のお絵かき。毎日みんなのお絵かきを楽しみにしているよ。みんなにも紹介するね。6歳で太陽の
ち毎日おもちゃで遊んでるんだ。知ってる知ってる、 YouTube やってるんでしょ。よく見てるよ。おお、ありがとう。いろんな思い、ビビッときた。そういえばサンサン君のお絵描きよくやってるよね。そうだよ。あとはまたビビッときた。 LINE もやってるんだよね。うん、またまたビビッときた。それ多い。私もサンサン君みたいに YouTube 始めようっと。急にビビッときた。クモリンはいいよ。アンビルチャンネルっていう名前にしようっと。略してアンちゃん。ロクちゃんも呼んで、兄ちゃんもユリちゃんも。友達多いね。あとはサーシャ君も。気になるな。あん、ここにいたのか。ロクちゃん、ヤッホー。ヤッホー。私 YouTube 始めることにしたの。サンサン君みたいに可愛いおもちゃを紹介するんだ。ロクちゃんもやらない？よっちゃん、今日からやろう。話が早い。みんな、この動画の説明欄からアンビルチャンネルに行けるからね。この青い文字だね。ぜひチャンネル登録してね。こっちは私たちの LINE だよ。友達になってね。コメント欄でも同じように書いておくね。上の青い文字がチャンネルで、下が LINE か。たまに僕たちとも遊ぼうね。もちろん。あ、うちの自己紹介忘れてた。うちはアンの友達で関西出身。アンはお絵描きが得意だけど、うちは、はいはい、ここまで。まだ途中や。アンビルチャンネルで私たちの自己紹介するよ。もっと喋らせてよ。今日の夕方にも動画を出すんだよね。早く見てみたいな。みんな、アンビルチャンネル、略してアンちゃんもよろしくね。うちが得意なことは、そうだ、なんだ。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチッ、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びしてるの？